訃報、伊藤道明氏、俳優。2016年12月15日。死因脳腫瘍。引用毎日新聞。伊藤道明さん63歳、伊藤道明俳優、15日、脳腫瘍のため死去。通夜は、18日午後7時。葬儀は19日午前11時半。神奈川県平塚市平塚5-23-12のカルチャードンズ平塚。喪主は長男浩二、高木さん。1978年、劇団民藝に入り、85年から劇団員。舞台、アンネの日記、バウンティフルへの旅などに出演した。